ナンバーアンダーラインアイの新たな美学平野翔のプロデュース曲サントリー CM マが描く未来5月27日にリリースされたナンバーアンダーラインアイのミニアルバムノーオーリングは音楽ファンにとって新たな地平を切り開く作品となりました特に注目されているのはノーイエスとボンという2曲ですこの2曲はそれぞれサントリーのビアボルの CM ソングとテレビ朝日の ミュージックステーションで初披露された曲として多くの話題を集めています。この記事ではこれらの楽曲が持つ美学やメッセージについて詳しく探っていきます。ノーイエスはナンバーアンダーライン愛として初の CM タイアップ曲でありサントリー「ビアボルの CM ソングとして起用されました。この曲はこれまでのナンバーアンダーライン愛の楽曲とは一線を画す軽快でポップなナンバーです。前編ラップの 強盗やメローな RB テイストの「ブロイユアーカバー」とは異なり明るく爽やかな雰囲気が印象的です CM では平野翔、神宮寺勇太岸優太の3人が浜辺やプール沿いリビングなどさまざまなロケーションでリアボールを楽しむ姿が描かれています夏らしい映像と共に流れる「ノーイエスは」はこれからの季節を鮮やかに彩る一曲として多くの人々の心をつかんでいます 一方ボンは平野賞によるプロデュース曲であり、ミュージックステーションで初披露されました。この曲のタイトル、ボンには、盆栽の、ボン爆発音の、ボン煩悩の,の,ボ盆の、ボン盆栽の、ボンなど、さまざまな意味が込められています。歌詞を通して、平野の日本文化に対する深い意識と独自の視点が表現されています。特に注目すべきは、盆栽というテーマにフォーカスを当て、 盆栽が成長する過程をファンとの関係に重ね合わせている点ですこの曲はナンバーアンダーライン愛のメンバーとファンとの絆を象徴する楽曲として非常に深い意味を持っていますボンのパフォーマンスは画楽風のイントロや途中で挟まれるボン踊りのような振り付けなど随所に日本文化へのこだわりが見られます和とヒップホップを融合させビートが目まぐるしく変化する楽曲構成は聴くものを飽きさせません これはデビュー曲ゴートでも見られたように予想を裏切り新しいことに挑戦する姿勢が感じられます新しい挑戦には常にリスクが伴いますが n o ーアンダーラインアイのメンバーはそのリスクを恐れず自分たちの信じる道を進む覚悟を持っていますミュージックステーションでのボンのパフォーマンスは彼らのその覚悟と決意を強く感じさせるものでしたこのような新たな挑戦の中で 彼らとファンとの絆は一層強固なものとなるでしょう。平野が語る、ファンとの関係とは、新しい道を切り開き、共に困難を乗り越えていく関係性を指しているのかもしれません。No.1&I の3人が作り上げたミニアルバム、No.O.Ling ーーは、そんな彼らの思いとファンへの感謝の気持ちが詰まった作品です。No.Yes と、ボンを含む、No.O.Ling ーーには全8曲が収録されています。 すでに公開された2曲だけでもその多様な表情からバリエーション豊かな1枚となっていることがうかがえます。今後「サマーソニック2024」への出演も決定している中彼らがどのような新しい挑戦を見せてくれるのかファンとして非常に楽しみです。ナンバーアンダーライン愛のノーオーリングは日本の伝統文化を現代音楽に取り入れることで独自のスタイルを築いています。 このアルバムを通じて、彼らが表現したいメッセージとは何でしょうかまた、そのメッセージが私たちにどのような影響を与えるのでしょうかボンに見られるように、ナンバーアンダーライン愛は日本の伝統文化を現代音楽に巧みに取り入れています。盆栽の成長過程や煩悩というテーマは、日本の美学や精神性を反映しています。しかし、それだけではありません。 彼らはそれをヒップホップや RB といった現代の音楽スタイルと融合させることで、新しい音楽の可能性を探求しています。これは、日本の文化が過去の遺産だけでなく、現代のクリエイティブな表現の源泉でもあることを示しています。ナンバーアンダーライン愛のようなアーティストが増えることで、日本文化はさらに豊かで多様なものになっていくでしょう。また、ナンバーアンダーライン愛は、 サマーソニック2024への出演が決定していることからも分かるように、国際的な舞台でも活躍しています。彼らの音楽は日本だけでなく、世界中のリスナーに向けて発信されています。これにより、日本の伝統文化がグローバルな視点で再評価される機会が増えていくのではないでしょうか。音楽は、単なるエンターテインメントだけでなく、社会や文化を反映し、時には変革を促す力を持っています。 ナンバーアンダーライン愛の楽曲もその一例です。彼らが取り入れる日本の伝統や美学は、リスナーに新しい視点や価値観を提供します。そして、それは個人の内面だけでなく、社会全体に影響を与える可能性があります。例えば、盆のような楽曲を通じて、日本の若者が自国の文化に誇りを持ち、それを新しい形で表現するインスピレーションを受けるかもしれません。また、 海外のリスナーが日本文化に興味を持ち、理解を深めるきっかけになるかもしれません。ナンバー・アンダーライン愛がこれからどのような道を歩むのか、非常に楽しみです。彼らの挑戦は始まったばかりであり、その可能性は無限大です。新しい音楽を作り続けることで、彼らは日本の音楽シーンに新たな風を吹き込むでしょう。ナンバー・アンダーライン愛が国際的な舞台で活躍しているように、 私たちも広い視野を持つことが重要です異なる文化や価値観を理解し受け入れることで自分自身の視野を広げ新しい発見や学びの機会を得ることができます。国際交流や異文化理解は個人の成長とともに社会全体の進化にも貢献します。音楽は人々を結びつけ感情を共有し変化を促す力を持っています。 ナンバーアンダーライン愛の音楽は、その一例として、私たちに多くのインスピレーションを与えています。彼らの楽曲を通じて、私たちは新しい視点を得ることができ、日常生活や仕事においてもその教訓を生かすことができます。これからもナンバーアンダーライン愛の挑戦を見守り、応援し続けることで、音楽の未来を共に作り上げていきましょう。そして、自分自身も新しいことに挑戦し、 広い視野を持ち他者との絆を大切にしながら日常生活や仕事に生かしていきましょう最後に再度問いかけますあなたにとって音楽はどのような意味を持っていますかそしてナンバーアンダーライン愛のようなアーティストが示す新しい道に対してどのような期待を抱いていますかぜひあなたの考えを共有し一緒に音楽の未来を考えていきましょう これからのナンバーアンダーライン愛の活動において、どのような新しい挑戦が待っているのでしょうか。彼らの音楽がどのように進化し、私たちの心をどのように動かしていくのか、興味はつきません。皆さんは、どの曲が一番心に響きましたかそして、彼らの次なるステージでどんなサプライズを期待していますかあなたの意見をぜひ教えてください。ナンバーアンダーライン愛の音楽は、 ここれからも私たちに驚きとと感動を与え続けることでしょう。彼らと共に新しい音楽の旅に出かけましょう。再び読者の皆さんに問いかけます。あなたはナンバーアンダーライン愛の音楽を聴いてどのような感想を抱きましたか彼らの挑戦に対してどのような期待を持っていますかそして音楽があなたの日常や人生にどのような影響を与えているのかぜひ考えてみてください。 あなたの意見や感想を共有することで音楽の持つ力をさらに広げていくことができるでしょう。